最高にジャニアでーす。ってことで、最強キャラを逃すな、サンリオコラボ、無課金キャラ確保すべきか解説やっていこうと思います。今回この動画、かなり重要な情報動画となっております。サンリオコラボね、モンポ購入とメダル交換に複数無課金キャラがいるんですけど、かなり強い性能のキャラクター、絶対取ってほしいキャラクターがいます。皆さんですね、しっかり確保してください。特にね、無課金キャラはどうしてもですね、後から必要になって取ってないとすごく後悔するので、皆さんにそういう悲しい思いはしてほしくないので、しっかりと解説やっていこうと思います。もしね、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。特にね、高評価だけでも押してくれると嬉しいです。皆さんが後悔しないように動画投稿してますし、特にですね、今回なんかはですね、かなり重要な情報動画なので、みんなにも見てほしいということで伸びてほしいので、高評価してくれると助かります。よろしくお願いします。はい、ということで早速ですね、紹介していくんですけど、まずはね、モンポ購入のキャラクターから紹介していこうと思います。モンポ購入こちらでございます。はい、ハロウィンキティじゃなくて、間違えました。ハローキティガチャドラでございますね。これ高いんですよ。はい。86万モンポします。はい、これなんで86万かっていうと、ハローですね。そんなふざけた理由でね、高騰しております、こちら。ものすごい高いね、ガチャドラでございます。で、これに関してはですね、無理して取る必要は全くありません。一応ね、私は1体持ってるんですけど、基本的に取らなくて大丈夫でございます。はい。趣味でハローキティが好きですとかいう方はいいんですけど、基本的にいらないです。はい。さすがにちょっと86万はでかすぎてね。さすがにちょっと買わない方がいいと思います。で、あとですね、続いておまけで、ハロウィンのね、モンスター購入に関してもですね、まあもうすぐ終わってしまうんですけど、でね、期限が切れたらこの情報はですね、無駄になってしまうんですけど、一応解説しておきますね。まずこちら、ハロウィンのカーリーですね。これ武器が強いものでですね、角色泥鏡と指持ってます。で、泥鏡武器でかなり強いので、もし泥鏡武器アレキサンダーとか持ってない方はですね、取ってもいいと思います。ただ最近はね、インフレが進んで、この程度の武器だったらね、代用たくさんありますので、別に無理して取る必要は今更はないかなと思います。はい。まあ、取れるなら取りましょう。そんな高くはないですね。文法、こちらは30万でございます。続いて、シャンメイですね。シャンメイ、こちらがですね、冬じゃなくて、蝶つなげ持っている闇のキャラでございます。で、一応ですね、スキルがですね、これ7ターン、1ターンヘイスト系のスキルなんですね。はい。で、回復を作りますと。で、これに関してもですね、そこまで無理して取る必要はありません。武器に関してもね、こんな感じです。はい。バインド列3つで、まあ、1ターンヘイスト持ってるよぐらいのスキルで大したことはないので、まあ、無理して取る必要はないかなと思います。まあ、もしね、余裕があるなら、50万モンポ使って買える方はですね、買ってもいいですけど、基本的に、今回ですね、今あるモンポ購入のキャラクターは全て取らなくて大丈夫かなと思います。まあ、一番取るべきだったとしたらね、カーリーだけど、カーリーもたくさんないよ。ありますから、はい、という感じになっております。こちらモンポ購入の解説でした。はい。で、本命ですね、メダル交換解説やっていこうと思います。で、同じくですね、メダル交換もですね、ハロウィンとコラボ両方ありますので、最後ね、ハロウィンもおまけで解説しようと思います。はい。ということで、まずはですね、ハローミミィから解説しようと思います。こちら虹メダルですね。このサンリオキャラクターズメダル虹を使って交換するキャラクターでございます。ハローミミィです。こちらがですね、サンリオチームのみで組むと HP4倍とかのね、まあ、いわゆるコラボのリーダー系キャラクターでございます。で、正直そこまで取る必要はありませんが、スキルがね、 HP 全回復なんですよね。はい。で、無課金キャラで HP 全回復リーダースキルとしてね、まあ、採用するとかあると思いますけど、まあ、基本的に代用あります。別に無課金キャラでもね、 HP 全回復ぐらいだったらいるので、まあ、そこまで無理して取る必要はありませんが、まあ、でもね、これ見ての通り無課金で取れる武器キャラなので、さすがに取ってほしいかなと思います。ただ優先度としてはですね、そこまで高くないですね。いや、パズドラそこまで最近モチベーションないし、周回するのもめんどくさいし、ネジメダルもったいないかなって方はですね、スルーしても大丈夫なぐらいの性能はしております。ハローミミィでした。はい。では続いてです。続いて、ハローキティのリボンでございます。はい。こちらですね。で、こっちの方がね、重要ですね。これ前回にもあった武器なので、持ってる方もいらっしゃると思いますが、キラー持ちなんですよね。キラー持ち、しかも6解除して右端を火に変えて2ターンの間2コンボ加算2ターン属性吸収です。はい。一応ね、使い道あります。まあ、周回とかランランとかですかね。まあ、どちらかといえば周回向けではありますが。はい。なので、これに関しては全然取るのいいかなと思います。で、可能であれば2体目取ってほしいけど、基本的に1あれば大丈夫です。1個の編成でこのハローキティのリボンが2個使われる、しかも代用不可になるなんてことはほぼないと思いますね。まあ、絶対片方は代用効くと思うし、まあ、そもそも2個使うような場面は訪れないと思いますので、まあ、1体あればいいと思います。余裕ある方、もちろん無課金武器なので周回、またはね、虹メタル使って、こちら、確保してください。まあ、無課金キャラなんでね、両方取ってほしいんですけど、
ど、まあ、なかなかそこまでモチベーションある方がね、多いとは思えないので、はい。この二つに関しては、まあ、一体あればいいです。ハローキティのリボンは。って感じになっております。はい。ということで、さあ、超本命でございます。70S ハローキティでございますね。私が事前情報でこの S をね、指の秒だと思ったんですけど、これはセンチュリーですね。はい。センチュリー?まあ、年ですね。はい。70S ハローキティでございます。ございます。はい。で、これ強いのがですね、見てください。全体性持ってます。はい。もうこれが全てですね。さすがにインフレですよね、これは。はい。暗闇、毒、に、お邪魔、に、雲、に、帯、すべての体勢を持っております。もうね、インフレが生んだ化け物って感じでございます。まあ、こんな可愛い顔をしてですね、だいぶいかつい覚醒しております。で、スキルもね、じゃあ弱いかっていうと全然そんなことなくてですね、スキル6ターンのスキルで消せないマインド覚醒無効を回復と、強化ドロップを落ちやすくするんですよ。で、なんならですね、強化ドロップ目覚めループなんですよね。今までそんなキャラいなかったですからね、強化ドロップ目覚めループかつ消せないバインド覚醒無効回復ということで、かなり強いです。スキルも強くて覚醒も強いので、全然使い道ありますね。まあそもそも体勢欲しいとき、これ一体ぶち込んでおけばね、それで、すべての体勢が埋まるということで、かなり楽なので、ぜひとも確保してほしいです。ただですね、はい。まあ、雲帯を除くと、まあ、暗闇帯お邪魔だけだったら、ドロイドってキャラクターがいるんですね。で、ドロイドはスキブも多くて、で、同じようにね、対応に覚醒の体制を持っていて、で、まあ、スキルはね、こんなに消せない場合の覚醒無効回復とかにも使えるスキルではないんですけど、まあ、にしてもやっぱり強いということで、はい。まあ、別にですね、70S ハローキティないと今後どうしようもないぐらい積むかっていうと、それはないと思います。あったら便利だと思いますし、まあ、あったらですね、使いたくなるとは思うんですけど、じゃあ、なかったったらどうなるかっていうと、なかったらなかったら全然乗り切れると思います。はい。なので余裕ある方は交換しましょうって感じですね。余裕ある方って言っても交換は推奨です。はい。基本的に交換はしてるんですけど、いやもうミクロメタルキツキツでどうしても取れっていうのっていうぐらいの人がですね、別に取らなくていいです。まあ、黒メタル10枚以上ですかね。二次メタル含めて、二次メタルの黒メタル潜在黒メタルを含めてですね、10枚以上ある方、まあ、つまり黒メタル5枚残せる方はね、取りましょうぐらいの性能でございます。これ5枚で交換ですからね、結構重いんですよね、黒メダル5枚。はい。なので、まあ、余裕ある方、黒メダル10枚以上ある方は交換しましょうぐらいに考えてください。なくても生きていけるけど取ってほしいキャラクターでございます。はい。それではですね、最後にこちらもハロウィンキャラクターとね、比較していこうと思います。はい。ハロウィンですね、こちらリンシアです。これがいますね。リンシアは黒メダル2枚で交換できるキャラクターでございます。で、これなんですけど、まず2枚と5枚で差があるので、なんともね、一概には言えないんですけど、基本的にどちらを優先するかというと、リンシアの1体目を優先してください。リンシアね、武器が強いんですよ。で、角色泥鏡武器なんですね。はい。なので、できればですね、先にリンシア取ってください。リンシアは5色強化と角色泥鏡武器でございます。はい。で、リンシア取った後に余裕があれば、70S ハローキティとなりますね。だから両方とも0体処置の場合はですね、黒メダルが12枚以上ある人がですね、リンシア取って 70S ハローキティを取るということになります。で、5枚のね、黒メダルは残しておいてください。はい。黒メダルはね、基本的に常時、まあ、すんごい強いキャラクターが出る可能性があるので、5枚残しておくのが安定でございます。はい。まあ、これもですね、公開ケアでございますね。やべ、黒メダル使っちゃった、悲しい、萎えるわーってことがないようにですね、黒メダルは5枚残しておくのが安全でございます。安全でございます。はい。二次メダルとね、黒メダル交換できますから、二次メダルで黒メダル交換できる分ね、黒メダルが5枚分あれば別に大丈夫です。はい。ということで、以上、サンリオコラボの無課金キャラ加工すべきか解説&ハロウィンとの比較でございました。はい。もう一度復習しますとですね、まずこちら、モンポ購入のキャラクターでございます。ハローキティガチャだら、これ86万モンポでバカ高いので買う必要はありません。で、こちら、カーリーですね。ハロウィンのカーリーだったりとか、シャンメイに関しては、まあ、余裕があれば取りましょうという感じです。カーリー、角色武器ですけど、別にたくさん代表あるので、まあ、さすがにね、今更取らなくても大丈夫かなと思っております。まあ、余裕ある方はね、30万、50万払って買っといてください。はい。ということで、そして、交換所でございますね。まあ、基本的にこの無課金キャラ、取ってほしいんですよ。特に二次メダルで交換できる方はね、集計すれば手に入るんで取ってほしいんですけど、まあ、どっちかっていうと、ハローミミンの方がいりません。これはね、なくても生きていけるかなと思います。で、キラー武器の方に関しては1は最低持っといてほしいかなと思います。2体目は無理して取らなくても大丈夫でございます。はい。そして 70S ハローキティでございますね。これまとめると黒メダル12枚今ある方は交換しましょうということになっておりました。あ、もちろん
ちろんリンシアがね、取ってない前提ですよ。はい。リンシア取ってたら10枚でいいです。とりあえずね、リンシア、ハローキティ交換した時に、黒メダルが5枚残るように交換してくださいということでございました。はい。まあ、全体性キャラなんでね、まあ、持っといた方がウキウキするかなと思います。楽しめるのは取った方がいいと思いますね。楽しめるのは取る方だと思いますが、はい。黒メダル温存しながら確保してください。はい。ということで、以上、本当に無課金キャラ確保すべきか解説終わりでございます。よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。